内山老子提唱正法眼蔵諸悪魔草第4回昭和55年10月18日京都総選寺にて収録。修禅奉行。この修禅は三生の中の禅生なり、禅生の中に修禅ありといえども、先より現状して行人を待つ修禅いまだあらず。左禅の小刀陰盛り、来らざる修禅なし。万禅は無造無償なりといえども、左禅のところに経営すること自徹よりも特質なり、その力ヴィラン風よりも強きなり。大気戦が世界国土合同行力なお、禅の経営を経下することあたわざるなり。力あるに世界によりて禅と任ずること、同じからざる道理、同じ人徳を禅とせるがゆえに、三世諸仏説法の儀式のごとし。同じというは在世説法ただ時なり、寿命心情また月に一任し来れるがゆえに、せず無分別法なり。しかあればすなわち信用の木の禅と工業の木の禅とはるかに異なり、別法にあらざるがごたし。例えば正門の自戒は菩薩の破壊なるがごとし。修禅これ因縁生因縁滅にあらず、修禅は諸法ないというとも、諸法は修禅にあらず。因縁と消滅と修禅と同じく自身あれば微心あり。修禅は奉行なりといえども、自にあらず自に知られず、他にあらず他に知られず。自他の知見は知に自あり他あり、剣の字あり他あるがゆえに、各格の活現税それ日にもあり月にもあり、これ奉行なり。奉行の小刀陰文字に現状の公安ありとも、公安の市場にあらず、公安の苦渋にあらず、さらにこれを本業と言わんや。他禅の奉行なるといえども、しきたくすべきにはあらざるなり。今の奉行これ活現税ないといえども、しきたくにはあらず、法をしきたくせんために現状せるにあらず。活現税のしきたくは予報のしきたくと同じかるでからず、修禅有無しき空等にあらず、ただ奉行なるのみなり。いずれのところの現状、いずれの時の現状も必ず奉行なり。この奉行に必ず修禅の現状あり。奉行の現状これ公安なりというとも、消滅にあらず因縁にあらず。奉行の入住室等もまた格のごとし。修禅の中の一禅すでに奉行するところに、心法前進真実地と共に奉行せられるなり。この禅の因が同じく奉行の現状公案なり。因は先川の地なるにあらざれども、因円満しか円満、因と法と加藤法等なり、因に勝れてか感ずべといえども、前後にあらず、前後等の道あるがゆえに、まあ、そこは今日のところは諸悪魔草の段が一応終わって、修禅奉行の話なんですが、
まあ、初めて来られてる方もあるだろうし、また、だから、毎度いつも、あれですが、今まで読んできたところをね、ちょっとざっと大掴みにお話ししておくとですね、この巻は、この諸悪魔草修善奉行、諸悪魔草の巻はですね、一番初めに出ている古物曰く諸悪魔草修善奉行自浄五位是諸仏教、これを七仏通戒の下っていうけれど、これをですね道元禅師がその仏法として提唱される話なんですね。この仏教と仏法としての提唱っていうのがね、一体どういうことか、世間話とどこが違うのか、そこがはっきりしていないと、この、この諸悪魔草の巻全くちんぷんかんぷんな。それでその仏法の話となるとね、いつも私がの、このコップの話持ち出すんだ。そうすると、まあ、いつも来られてる方、ああまたかってうんざりする。しかしながらね、そのこのコップの話っていうのね、私がコップを持ち出して、このコップっていう、これはちょうどね、お釈迦様がね、あの八万の大衆をこうたくさんの人をねの前でもって花を念じられたっていうね、あの一つの花をこう、そしてそのただこうあの花を、花ですよ、コンパラケをこう持ち出して、そうしたらその八万の大衆は何にもわからない、それでただ黙念としていた。その時マカカショウ、カショウ尊者ですね、マカカショウ一人がね、そのにっこり笑ったっていうのね。そうしたらお釈迦さんがね、あの我に消防現像涅槃明心、無双延命の法門ありってね、マカカショウに付属する。でそれでそのこれ仏法がお釈迦様から迦叶尊者に伝わったっていう、また維新伝心ともに、だまただその花を持ち出してちょっと見せて、それでにっこり笑ったっていうね、それだけでもってその言葉は何も言わないでそれが伝わったっていうんだからね、それで維新伝心、心を持って心に伝えるっていうね。ところがね、今私がこうコップ文字出すね、それでにっこり笑う人がいるかっていう、みんなああまたかああまたかとは思っても、にっこりは本当の意味でにっこり笑う人がいない。そこでまた同じ話繰り返すわけ。このね、それをああまたかと思って聞いてるんじゃ言葉で上滑りしてるんだ。本当のね、そのこのコップっていうの、毎度言うように、私は私の目でもって、私の視線で、私の光線加減で、私の角度から見てると、皆さんたちは皆さんの角度で、そして皆さんの視力を持って、それであの見てるわけですね。そうするとね、これだけの人がいて、コップって言って、このコップって言いながら、みんな角度は違うんだし、視力は違うんだし、光線加減も違うんだし、みんな別々のものを見てるに決まってるんです。それなのに我々同じコップを見てるって、そこであの実物の話でなくなるわけだ。その実生命の実物としてはみんな違ったものを見てる、ところが
同じコップを見てるとこう思うだけでも生命の実物を外してですね、概念的なコップっていうものを見てる。それで仏法外れちゃうんだ。それをこの本当にですね、生命の実物を見なきゃなんだ。でこのだからね、このコップ、これまあ今の時代になるとすぐこの人はどういう見方をしているだろうって言ってね、まあいろんな実験機械を使ってさ、それで、たとえそういうのを測定してみてもだ、その測定値とあなたの今見ている実物とっていうの、これまた話は違うんだ。どうせたとえコンピューターで弾き出したからってね、その測定値が今の生命の実物とっていうのはね、出会いっこないんだ。というのは生命の実物っていうのは刻々に新陳代謝してるんだし、あらゆるものは生成しているんだし、刻々に変わってんだからね。だから同じってことは二度と起こらない。生命の実物は二度と同じことが起こらないっていうのが実物なんだ。だから今コップの話しているって言って、先月と同じ話って言ってもだね、これ全く今月私今ここで事実そのコップの話にそのお釈迦さんの蓮華美笑の話が付け加わったじゃないかそれだけでも違ってるんだ。全く新鮮な気持ちで私は話している。そうするとまた新鮮な気持ちでもって皆さんがこれに出会って、そして生き生きと受け取って本当に微笑するとにっこり笑うところがなければ、やっぱり言葉で滑っちゃった。本当にそうだっていうのはね、私だけのもう見ている現生っていうのは、あこれかっていうのね、それがなくちゃいけない。でこれコップだけじゃないですよ。このテーブル見るんでも、この柱を見るんでも、この黒板見るんでもって、みんな角度違って、みんなこの視力違うんだし、そうするとね、コップだけが同じコップ見てんじゃない、現生のコップを見てんだっていうと、このいちいちの世界そのものが、みんなおのおの現生の生き生きした自分切りのものを見てるんだということね。しかもその言葉っていうんでも、言葉の響きって言葉っていうのはいかにも通じてるみたいだ。ところがそれがどの程度通じるかって、これがまたそれこそ千差万別、自己切りの自己が。でその言葉を聞いてどんな感情を巻き起こすか、どんなことを表彰するかね、それまたみんな別々なの。そうするとですね、見てる世界も聞く言葉の世界も、で考えることもって言ってみんな違うんだとすると、俺は俺切りの自己切りの自己を生きてんだっていう、自己切りの自己の世界の中に生きてんだっていうことですね。これは間違いないんだ。決してそのこの世の中っていうね、既成概念のこの世の中にほにゃって生まれてきて、そしてみんなと一緒の世界に、一緒の世界に住んで、そして死んでいく時にはその世界から退場することだってみんな思ってんだけど、決してそうでない。それこそ私がほぎゃーって生まれた時にはこの世界全体持って生まれてきてるんです。そして私切りの私の世界を生きている、そして私切りの世界を持って死んでいくんだということですね。
そこのね、このあらゆる存在は自己の生命体験を通して初めてある。それから自己はあらゆる生命体験を通して生きているということね。このだから自己っていうのがある。これはその私の生命体験、今この生命体験を通して生きてるんですね。それから存在も、あらゆる一切の存在もこの生命体験を通して生きてるって ある存在。存在はね、それでこれは全く一つのこの私の現生の生命体験というのはその一つのことなんですね。自己と世界と、これ全く一つなんです。そしてこれをまあ仏教用語で言うと、この存在面の方を法っていうんだ。それからこっちの方を真っていうんですね。これ同じです、真と法と。それでまあ真房一如っていう言葉、仏教で。このどうせね真房一如なんです。で結局ね、仏法として大切なの、仏教として大切なのはこの真房一如の現生の実物ですね。これがいかに映るかということなんです。それでところがこれ自己切りの自己の話だからね、自己切りの自己の話だから、簡単にその私の自己切りの自己、あなたの自己切りの自己、これ簡単にやり取りはできないんだ。でこれがその映るっていうことは本当に不思議なことです。しかし映る時がこれを以心伝心というんだね。心を持って真を持って真に伝うとね、それからまた伝法とも言う、法を伝える。俺伝法、以心伝心って何を伝えるのかって、それが分かんなきゃ。結局この現生の生命の実物が、なるほど、俺は自己切りの自己を生きてんだ、決してそのみんなと共通してる世界を生きてんじゃないんだという、それだけがこうスッとわからない。それでですねお釈迦さんが花を念じたって、マカカショウがにっこり笑ったって、これは真を持って真を伝えた時だ、そしてそれが法が伝わった時だ。で結局ね、大切なのは自己切りの自己の生命の実物っていうことだけなんです。この自己切りの自己っていう、これがいわゆる自受有三昧っていうの。これが座禅です。結局は座禅のことを自重三昧、
や、座禅するならこういう自重三昧の座禅をしなきゃ何もならない。悟りとの兼ね合いでって言って座ってるんじゃ、これは他との兼ね合いの座禅で、これは自重三昧でない。悟りに迷いってそんなものをもう手放して、ただ自己義理の時間としてただ座ってるって、そこで初めて自由三昧だから、沢木老師も座禅とは自分が自分で自分を自分するって言われてるがね、それなんだ。結局ただ自分が自分を自分で自分するだけだ。これが自由三昧。ところが今我々はね、そのいつでも他との兼ね合いだけで生きてるんでしょ。要するに自分の奥さんに対しては俺は旦那さんだ、それから我が子に対しては自分は親だ、それからその社会上ではサラリーマンだっていうね、そして会社行けば上役に対しちゃ下役だ、それから自分の下役に対しちゃ俺は上役だ、そしてですねのお得意に対しちゃセールスマンだ、金持ちに対しちゃ貧乏人だ、貧乏人に対しては俺は中流階級だってね、そういうふうにこう他との兼ね合いでいろんな名前がつくんだ。そのいろんな名前のついたもので囲まれて、それだけだ。だから柄だけで生きてんだね。いやば、実物に触れたことない、 俺っていう実物に触れたことなしで、他との世の中の他との兼ね合いだけで、名前だけで生きてる。それで、だから会社でもって班長から課長になったって言って言うと、もう俺の中身が素晴らしく上等になったみたいに錯覚してる。そんな名前の付け替えで変わるはずはないんだ。でその点がね、例えば何て言うか、動物園の象に京子ちゃんって名前つけてさ、京子ちゃん京子ちゃんって、まあ子供たちが象の取り巻いてたって、その象は俺が京子ちゃんっていう名前であるとも知らないで生きてんじゃない。それが本当だ。ところは人間ちゃつは名前を使われてカッカって言われると、俺はカッカだぞよって顔をする。そういうふうに、その調子が違うもんね。でそのね、今座禅の時はそういう宝貼られたレッテル、このレッテルっていうのは日本人だけが使ってるらしいな。アメリカ人にレッテルって言ったら、レッテルってなんだって言うか分かんないもんね。ラベルって言うだけ。そのラベルでもレッテルでもいいわ、どうせそういう名前だけで生きてるわけだけど、座禅の時はそういう名前を剥ぎ取って、全て剥ぎ取って裸の自分になってただ座る。そうすると人間ちゃつはね、恨めしいやつで、全てのものをやめてるんだから、もう何もなしであっていいわけなんだけど、そうすると今度頭の中にもやもやとね、いろんな思いが浮かんできて、今度頭の中の思いとこう相手にですね、いろんなことを思えて、またこれが一つのそのあれだね、余計な実物以外の宙に浮いたもの、それとやっさもっさまたこう取っ組みをあってですね、考えを追ってるとすれば、これは座禅を外れて考え事してる。その考え事をこう手放しする。この私がいつも手放しするって、頭の手放しすると
考えがあったことはふっとこう消えちゃう。そこが座禅のいいところだね。座禅をしながらのいろいろ考え事が浮かんでも、今座禅してるんだからってまたの座禅に戻ると、今までまざまざとあったものがふっと消えて壁だけになる。そこがいいんだ。それで壁だけになる。そうすると今考えてまざまざあったものは何だっていうね、この俺の思いの出来事は一体何であったか、これは結局ね、あの頭の分泌物でしかなかったってことが分かるんだ。この座禅していいことはね、その普通は私の考えたことってまあこの大問題、これだけが真理みたいに、その真実みたいに考えたことで大騒ぎしてるわけですね。ところが座禅してみると、そういう私の考えっていうのは頭の単なる分泌物でしかないってことがよくわかる。この我々その分泌物で生きてるんじゃないんだからね。分泌物っていうのは生命のために必要な限り分泌してきていいんだ。しかしながらその分泌物が大切と思って、そのために生きたとしたら、これは大違いだ。それがね、座禅していると、その辺がよく分かってくる。これはどうしても座禅しないと分からないね。座禅しないとどうしたって俺の考えたことがので行動したくなるもの。ところが今座禅すると、それは単なる頭の分泌物だ。これがよく分かる。そして結局の話ね、いろいろ頭の中にいろんなこと思う、いや日常生活でもいろんなことをですね、出会っていろんなことを思うから問題なんだ。何も思わなきゃこう日常生活してても何ともないんだけどね、そのいろんなことを思う、そういうのをひっくるめてね、全てはね単なる私の頭の中の出来事なんだ。つまり生命の風景だ。この私の生命の風景でしかない。座禅というのはね、一切を生命の風景として見てるということです。生命の風景として万法がいろんなものが映ってるだけだ。でだから座禅してても何にもなくなるんじゃない。座禅してたら何にも考えがなくなって、そしてもう無念無想なんですかってよく言う。そんなバカなことはで、全く何にも考え事もなしに言ってるんだったら、これは植物人間だからね。そうでない、それはあれだ、いろんなものが思い浮かぶにしてもそれは風景として見てる。それでですね、そういうのをこの座禅をまた当時とも言う。これ三昧、三昧を座禅のことは三昧っていうが、これは当時っていう意味です。等しく保つ、このあれもこれも等しく同じように見てるってことね。それで全てがその座禅の風景だ。座禅、一旦座禅したら全てのものは座禅の風景、生命の風景。これ大体ね、まあ早い話が禅の今禅と悪徒っていう話だけど、禅と悪徒っていうと我々普通には大きに違ってると思ってるわね。価値判断として
いいことと悪いことと、ね、別本当に違えばこそ善と悪とこう分ける。ところがね、それは人間の頭として見ればこそ違う。いいですか。人間の頭を外してみたらね、一切同じように善って言っても悪って言ってもないわけじゃない。しかしながら同じ風景、それで善と悪とっていうね、この等を取ってですね、全部これは結局の話、全部一つの生命の風景、悪も生命の風景、こういう意味だ。つまり例えばね、のお仏像の頭の上に灰がプーンって止まったって、これはもったいないっていうね。まあ我々は思う。ところがそれは人間的心から見ればこそもったいないと思うんだね。ところが灰にしてみたら何ともないんだ。これ人間的、人情を外してるもの、灰にとってはね、お釈迦さんの頭であろうと、クソの上であろうと、止まれるから止まってるだけで別に何ともない。これが、まあ、灰にしたらそうだと思うね。でこの人間的頭を外したらば、その一切は生命の風景、当時だ。それで善と悪とっていうね。それでですね、今諸悪末作修善奉行ってこう今のこの牧野の話に帰ってね、諸悪末作って諸悪を作ることなかれ修善を奉行せよってこういう話なんだけど、そうするとね、まあ普通としては人間的な倫理道徳修身の話としてまあ聞こえるわけだ。いいことしろよ、悪いことするなよって言って、まあ親が子供に教えるような、まあそういう倫理道徳修身の話として一応聞こえるね。これも重要なことだ、大切なこと。しかしそれだけじゃ仏法の話にならないっていうのがこの巻のあれなんです。これはだから前にもあったでしょ、その仏法の話としては人なり恩なり妙なり非常に深いんだ。この諸悪末作修善奉行っていうことはね、非常に深さを持っている、有水なんだ。でどういうところが有水かっていうとね、今仏法の話っていうのは今言うこの自己切りの自己、この自己切りの自己、自由三昧の話、これが一心伝心ね、伝法って、これが一番大切なんでしょ。これでは一切は当なん、当時なんだ。その中での善諸悪末作修善奉行の話だから深さが出てくるわけね。深さの非常に深い話になっちゃう。だから本当から言ったらどっちへどう転んでも善も悪もまあ同じなんだ。自己入りの自己なんだからね、単なるその自己の生命の風景でしかないんだ。しかしながらその中に諸悪末作修善奉行っていうのはないわけじゃないってことだね。そうするとそういう話は非常に難しい、有水だ。で結局この辺をね、この有水の話をどういうところが有水かっていうのは私が一生懸命言いたいところなんですね。それで苦心してきてるわけだけど、結局こうなのね。事故っていうのはね、この事故気味の事故っていうともう
今ここで言った自己と存在とはもう一つなんでしょ。神父母は一如だ。生命の私の現生の生命体験で生きてる世界ね。ほっとこのこういう事故はね、事故は俺一歳分の一歳なんだ。結局はこれを数学で言えば事故っていうのは一なんだ。1はイコール1分の1なん、それから2イコール2分の2だ、イコール3分の3、それでまた結局イコール1歳分の1歳なんだね。そういう事故っていうのは本来そういうもんだ。しかしながらね、1歳分の1歳であると同時に事実としてこういう肉体を持ってこの世界に生きている限り、また私はですね、一歳分の一の私でもあるね。で、この一歳分の一の私としてはこれから今どうするかっていうのは、あれかこれかってこう選択しながら生きていかなきゃな。その自動車がやってくる、そして私が道歩いてる。どうせ俺は事故は一歳分の一歳、事故はイコールあの自動車でもある。だからその別にどうってことはないね。一歳分の一歳って言って避けなかったらこうそのまんますぐ引かれちゃう。これ一歳分の同時に一歳分の一としてのその選択、分別、選択もなきゃならない。で、結局の話はね、本当の事故はこれぐるみですよ。本当の1歳分の 1歳分の1歳っていうのはね、この1歳分の1をそのあっちょ、女1歳分の1はここには置いとけないって言ったら、追い出してからの1歳分の1歳じゃないんだ。1歳分の1の私もひっくるめての1歳分の1歳なんだ。その1歳分の1歳の中に1歳分の1がいるんだ。そういう事故っていうのはそういう構造を持ってるんだ。それでですね、結局そういう事故の構造としてね、いつでもこの1歳分の1としての私はこの1歳分の1歳にこうを方向としてる。この方向性がある。そういう方向がある。で、だから一歳分の一ぐるみの一歳分の一歳、そういう事故ですね。それは一歳分の一は一歳分の一歳へこうあの磁石の方向、磁石の針がね、いつでも来たこう刺すよ。一歳分の一歳にこう向かってるっていうと、これを頂上っていうね、隅清くなる。事故は事故に向かって隅清くなる。これが前、次出てくる自上五位の上だ。自らその意を清すっていうね、その是所仏教だ。そういう方向が、そういう、だからこれはね、何もだから強制されてあるんじゃない。事故っていう限りそういう方向が内在してるんだ。本当は誰でも彼でも、誰でも彼でも一歳分の一歳としての自己を生きてる。
と同時に一歳分の一の私でもある。ほうすると一歳分の一の私としてはいつも一歳分の一歳をこう磁石の方向のように、あ、針のようにピッとこういつでもこの、向かってるってことね。これはいわば自己の内在的方向である。これを生命力っていうんだね。生命の本当の力だ。この生命の本当の力をみんな見失ってんだ。そして俺の頭で考えた方、頭で考えてちっとでも欲望を物足りさせるっていう、そっちの方ばっかりこう言ってるわけだね。ところが本当に落ち着いて自己っていうものを見つめてみると、いつでもピッとこうね自己は一歳分の一歳を思考している。だから早話が座禅するっていうのね。座禅するっていう時でも座禅は一歳分の一歳の姿だ。それならそのどっちどう転んでも一歳分の一歳なんだ。それじゃあ寝ちまえってそれでもって寝ちゃったんなら座禅にならない。そうじゃない、座禅するっていう時には一歳分の一歳の姿勢ですよ座禅は。それだから寝ないようにってね、そっちの方を思考する。これ生命力として座禅の時の頭手放しするっていうところはそこなんだ。それでこれ他との兼ね合い、いくら他との兼ね合いしても一歳分の一歳なんですよ結局ね。どうせ我々いくらどっちどう転んでも一歳分の一歳なんだから、他との兼ね合いの中で一生生きてきても俺は自己は自己なんだ。だけれど今本当の自己の実物っていうのをね、これから言ったら他との兼ね合いでない自己入りの自己、自己入りの自己の方向に思考する向かうっていうね、それを修行っていうんだ。そういう方向的行、その方向のないね、何でもやりゃいいってね、そんなのは修行でも何でもない。修行っていう限り自己が本当の自己に向かった行、これを修行っていう。それで今この他との兼ね合い、座禅の時ですね、他との兼ね合いなし、そのただ頭手放しで座るっていうのがそのマクサっていう意味だってね、この前お話したでしょ。それからまた日常生活ではその一歳分の一としてのエゴを手放しすることがある。結局我々どうせエゴイズムで生きてんだ、いつでもそれをできるだけ手放しして、それがマクサの修行ですよ。それ以外にマクサってことはあってにならない。それでまあこの本文でも前のところにマクサなりマクサなりってたくさんこの速射法のように出てきたでしょ。それでまああの諸悪マクサって言っても別にその悪いものが向こう側にコロッとあるっていうんじゃないんだ。ただエゴの手放しマクサなりマクサなりってそれだけが大切だっていう話がこの前の話だ。それで今度、まあ、今日のところ修禅奉行の話だったね。この修禅奉行、この修禅は三章の中の前章なり、三章っていうのは 前章悪章無期章。どうせ今言ったように一歳分の一の私としては何らかの価値判断をも価値選択をしながらね、生きていかなきゃならない。
だからいいか悪いか、あるいは良くも悪くもないか、ね、無気性っていうのはそういうあれが、三性ですね。で善悪無気の中の善性なり、善性の中に主善ありといえども、先より現状をして行人を待つ 主善今だあらず、なんかいいっていうことがね、コロッとしてその待っててですね、それをやるっていうのが善っていうもんじゃないんだっていう。普通はいいことっていうのはね、なんかこうコロッとしてあるもんだと思って、ところがそれ、そんなコロッとした善性っていうものはないんだっていうのが道元禅師の教えですね。まず例えばね、その私が数えて30でもって坊主になった、それまではいや私は青白きインテリじゃないそれでだけどもう青白きインテリってこれじゃもうダメだってね、つくづく思ったから坊主になったわけだ。で寺へ入って、その佐々木老師のもとで栃木県の大中寺天行禅院に置いてもらったわけだけど、やっぱり今までのそのシャバ生活とまず違っていることはね、何でも人さんのお役に立つことなら何でもしろっていうのが、まあ、その寺の雰囲気であり教えだったね。まあことに神道和尚はね、何か仕事があったらまずさっとこう軽く資料を上げてそれをやらなきゃならないっていうの、まあ初めに教えられるもんね。というのは私みたいな30秒になってさ、インテリで来ちゃってるやつは尻が重いからね、これそのまずそういうところをまあ教えてくれるのが当たり前だもんね。はい、で何かこう仕事があったらまず神道省がまずやらなきゃダメだと。で人のためになる、人の人さんのために何でもやれってこう。ところが私その初めそうだと思って始めたんだけど、待てよってまた考えたもんね。これ頭が複雑にできてるからねすぐ考える。それでそうだとすると、でこれ佐々木老師にね、そういったのね、人のために何でも役立つようにって働けって言われますけれど、この人のために働くっていうことは、まあ人がやらなきゃならない仕事を私がやったとするね。そうするとまあこの人を怠けさせるために俺がやったことになる。これは悪徳を積むことじゃないですかって、まあ、佐々木老師にこう聞いたんだ。そしたらね、佐々木老師が忘れもしないけど、その時にお前は頭は複雑にできてる、トルストイもね、施しをしようと思って町に出てった、お金持って町に出てった、スラム街に入ってった。ところがそれでお金をやろうかと思ったんだけど、もしこの人にお金をやったらこれでもうこのお金でもって酒飲んじゃうんじゃなかろうか、あるいはこれでもってもう働かなくなるんじゃなかろうかってね、いちいちそう考えてね、とうとうやらないで帰ってきたっていうね。そういう話があるが、インテリってやつはみんなそんなもんだ。俺なんかそんなこと考えたことないですよね。今ここで人が喜ぶようなことならすぐさっとやるっていう。佐々木老師はね、私がまあ佐々木老師について、ほんのわずかの頃の佐々木老師に話直接聞いたのはそれですよ。それでなるほどそうかなと思ってね、それでまあ、できるだけ人にサービスするっていう気になったんだけど、
このあれですね、今から考えてみると沢木老師のそういうその何しろ人が喜ぶことならパッてやるっていうね、そういうことがその最晩年になって徳は迷い損は悟りというね、あの名言になって現れたんだと思うね。結局何しろね、俺が損すりゃいいんだそれが一番大切なんだね。そのそれどうかってちょっと考えたらもう、そんなねやることはできない。何しろね、俺が損すりゃいいんだ。でパッとこう手放す、手放しただけが悟りだ。あれでなんだってちょっと逡巡してこう取り込んだだけは迷いだ。これは間違いない。そういう話したら私の、中学時代の友達がそう言ったね。俺はちっと迷いたいと思ってんだけどなかなか迷えないって悟ってばっかりいるって言ったけど、のまあそういう悟り方も結構だ。で結局だからね、どんな善とか悪とかってコロッとあるもんじゃないんだ。これやったら必ず善っていうようなことはない。しかしただ奉行するだけだということですね。で左善の正等院文字、来らざる主善なし、 万全は無償なりといえども、左善のところに敬意すること、自鉄よりも側室ない、その力ビランプよりも強きなり、ね、これはね今ここでするそういう一つの、なんか善をするって言ったらね、あらゆるその左善のところにそのあらゆる万全がねシャッとこうね集まってくるっていうのね。万全は無償ないといえどもっていうのは形はないけれど、今私がとにかく善をやったらそこに敬意するっていうのは集まるってことですね。自鉄よりも側室ないっていうのは磁石が吸い付けるよりも早いっていう、シャッとこう集まってきちゃう。でその力はヴィランプーよりも強みない。このヴィランプーっていうのはね、まあ高末講師にね吹きさぶっていうね、世の中の初めのこう、それからこの世界の終わりの時に吹きさぶこのすごい風のことをヴィランプー、このヴィランプーよりも早く第一線が世界国土合造上力、なお善の経営を軽減することはあたらざらない。これ、ね、その万全が集まってくる力はですね、の強さは大地もこの、その通しちゃう、ね、それから線が世界国土合造上力っていうのは、合っていうのは造作の義っていうのは、まあ、人間の力ですね。合造上力っていうのはその人間の働きで万物をこう変えていくっていうね、そういう力を合造上力、つまり人間の造作構築だ、そういうものも防ぐことはできない、遮ることはできない、こういう この間ね、その地方のね、女子短大の学生が来たいっていうんでやってきたんだ。で大体私のところへね、まあ女の人もたくさん来るけど、大体私のところに来る女の人、若そうな格好をしてるけれど、若そうに見えるけれど本当はそう若くなくて、まあ
大体30に何としてるか30過ぎかっていう人のが多いもの。ところがこの間来た女子学生は20に何としてるか20ぐらいかっていう20歳ぐらいかっていうぐらい正真正銘の若いこんな若い子がね、やってくることは安泰寺時代にも安保闘争の頃その若い女子学生が、何人か来てたけどそれ以来もう 10年ぐらい経つじゃないそのくらい、まあ、珍しいね若い女の子は。それだから私そういう若い女の子を目の前にするとちょっと戸惑い感じる。向こうの女子学生も70になんなんとするおじいちゃんの前にたった一人座ってちょっと戸惑い感じたんだと思う。そして何も言わないで、涙こぼし始めた。だから私もいよいよちょっと困るこういうやで、あとは一体 なんで私を知ってやってきたのかって聞いたら、私の人生料理の本っていう天道教訓をね書いた本、それを見てやってきたっていう。そして私がね、まあ何でもいいからおじいちゃんに何でもいいから言ってごらんって言ったんだそしたら言い始めたのは私は今孤独を感じていますって言った。私は、英語の先生になりたい。しかし英語の先生になってなるためにいっぺんぜひアメリカへ留学したい。でところがそのアメリカへ行くためには奨学資金をもらわなきゃならない。で奨学資金をもらうためには勉強しなきゃならない。ところが勉強していると友達がみんなこう離れてっちゃうように思うってこういうんですね。それで私は非常に孤独を感じていると、まあそういうことなんです。それで私がね、たくさんお友達がいるのかって聞いたらね、いやクラスの人と、ほとんど出会っても喋ったことないで、たった一人の友達がいる。その友達がその離れていっちゃうっていう、そういう話なんですね。それでね、まあそれ聞いて私そう言ったの。大体ね、学生時代そのたくさんのね人との付き合いなしにたった一人の親友っていうのをね、それだけを求めるっていうのは不健全だって言った。大体ね、本当はね、孤独って言えば誰でも裸で一人で生まれてきて裸で一人で死んでくんだから、みんな孤独に出会う、みんな孤独に違いない。しかしながらその生まれてから死ぬまでのしばらくの間ね、その裸で生まれてきたって言ってもその間にいろんな着物を着るように、一人で生まれてきたって言ってもその間にたくさんの人と出会ってたくさんの人と友達になるのが当たり前なんだ。それをね、その友達って言えばの自分のエゴイズムの気持ちをね、その理解してくれるって、そういうのを親友と思い、そういう親友だけ求めてるって言ったら、これはね間違ってると思う。これはあんただけに限らず今の学生たち、そんなそういう意味の親友をね求めてる人多いと思うけれど、そういう考え方は全く違うと思う。でそうじゃない、その私のエゴイズムに何て言うかな、を理解しサービスしてくれる友達でそんなんじゃなくって、そうでない、出会った人誰でもサービスするっていうね、そういう気持ちに ならなきゃダメだ、ね、あなた私の人生料理の本っていうのをね読んできたっていうけど、この人生料理の本には出会うところを我が生命っていうことを一番強調して書いてるはずだ。だから
本当に出会うところ、物でも、ことでも、人でも、みんな我が生命の分身なんだ。そう思って、その、大事にするつもりで、サービスする。そうするとね、そういう生き方が大切なんで、決して人からサービスされる、そういう友達を持とうとしちゃならないって、この間、そういう話したのね。そして、例えばね、あなたが家に帰ってお母さんといる場合、お母さんがなんか仕事してたら、そしたら、私にできること何でもお母さんの手伝いしたらいい。これお母さんにサービスする。この子供ってやつは親にからサービスされることばっかり来てるのは子供なの。ところがもう、女子大生ぐらいになったらもう反対に親をサービスしなきゃいけないんだね。だからお母さんの手伝いをするなり助けるなりね、何でもサービスするっていう気になりなさい。